田正明1月27日から1997年2月25日は、日本の生態学者、京都大学名誉教授、日本における個体群生態学の建設者、理学博士、生四位、大阪市東区篠野の目町59番地生まれ、今西金次と共に、京都学派を代表する動物生態学者であり、内田敏郎と共に、 個体群生態学の発展期に日本の動物個体群生態学を牽引した。ただし内田が室外実験的研究を得意としたのに対して森下は主として統計学を駆使して野外研究のデータを数理解析する手法によっており、この分野で独創的な貢献をした。教育者としても大きな足跡を残しており、教育者としても大きな足跡を残しており、教諭を務めた京都府立大木高等学校で、 生物研究会の顧問として指導に当たった。そのクラブ員には、草壁有信、辻秀夫、川野辺広屋などがいた。また、九州大学と京都大学で育てた弟子の多くが、昭和末期から平成にかけて、日本の動物生態学の指導的な地位につくことになる。日本生態学会全国委員、同編集委員、同学会九州地区及び近畿地区会長。 古体群生態学会会長を歴任。また、京都府文化財専門委員、京都市公害対策審議会委員なども歴任した。九州大学時代以降は、統計生態学の理論研究が主たる業績となったこともあり、古体群生態学の日本の生態学者の多くに、とっては数理的な解析を得意とする理論派として記憶されるが、本人はありの自然史的な研究を、 生涯愛し、万年公的な地位を退いてからも、日本アリ類研究会を活動の舞台として、アリの研究を続けた。この方面では、日本産のアリのいくつかの新種記載に際して、森下に敬意を表した、件名が行われている。森下正明の業績を後世に残すため、森下正明が、研究生活を送った京都市左京区の、 京都大学北部校内近くの居宅跡に森下正明研究記念館エスパス100万運が森下正明の95回目生誕日記念日である2008年1月27日に完成したエスパスとはエスパスで空間あるいは場所という意味の名詞で英語ではスペースである個体群生態学の大きなテーマである空間という意味と教え子たちの間における 森下邸の呼び名であった100万にちなんで名称が付けられた。一般財団法人京都大学名誉教授、森下正明研究記念財団は、森下正明の研究精神を構成に継承するため、森下正明研究記念館を本部として設立された。2016年3月に森下財団企業1号を発行した。森下正明生態学論集。 全2週が試作者より出版された。森下正明研究記念館資料室にすべて PDF で掲載されている。ありがとうございます。